皆さんこんばんは、今日は神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。いよいよもう佳境に入ってきましたね、ヤクルトが昨日8回までノーヒットノーランをされながらですね、まあ、ピッチャーはゼロに抑えてました。そして9回の裏に初ヒットが出て盗塁をして、どん詰まりの内野安打の間に二塁ランナーがホームに生還して、サヨナラ勝ちというね、なんかこう勢いに乗っていけそうな、勝ちをしました。一方のタイガースはですね、横浜スタジアムでですね、3点まず先制点を取りながらエラーが絡んでまず2失点そして、決勝の点はですね、先頭打者のフォアボール、それを、まあ、及川がツーランを打たれたという3対4で敗れたというね、まあ、ヤクルトと比較するとですね、明と暗がはっきりと分かれた昨日の一戦でした。まあ、これが僕昨日ちょっと一言言ったんですが、今年のペナントレースの大きな一日になるんではないかと、そういうふうにお伝えしました。ゲーム差はですね2ということになりましたけれども、実際にはですね、引き分けの数、負け数の多さ少なさでですね、僕は 3.5 ゲームぐらいの差がになったなというお話をしました。まあ、残りゲームからするとですね、これはタイガースにとってはもう本当にもうギリギリのゲーム差って言って、おかしくないんじゃないのかなということなんですけれども、まあ、幸いと言いますか、残り15試合の中の5試合がですね、ヤクルトとの直接対決、これを残してる、まあ、この5試合を4勝1敗でいけば、まだ十分に対抗できる。3勝2敗でも苦しくなりました。もう負け越した時点でもうおしまいと言ってもいいようなペナントレースということになりましたね。ということで、今日のゲーム、本当に大事なその3連戦の初戦、ヤクルトは奥川ですね、奥川調子いいです、8勝3敗。そして一方のタイガースは高橋遥人もですね、27イニング無失点というね、好投を続けております。一つ、この両投手のですね、登板間隔、これはですね、かなり大きな違いがあります。奥川は中10日、9日、10日、そして今日も中9日で投げるという、まあ、ゆったりした登板間隔の中で投げておりますね。高橋遥人の方はですね、中8日から中6日、6日でこれ完封ときたわけですね。そして今日は中5日、まあ、今年初めての中5日、これが耐えきれるかどうかっていうのが一つのね、見どころでもあったんですが、今日のゲーム、まずやっぱり、この2人の投げ合いということになるとですね、やはりそんなに大量点取れません。もうロースコアの戦いになるのはもう見えておりました。でということはですね、まず先制点をどちらが取るか、これが一つ大きなポイントになるなというふうに見ておりましたけれども、その1点はですね、初回に入りました。まず1回の表、奥川はですね、近本、中野、マルテ、これも完璧に抑えましたね。三者凡退でした。一方の高橋遥人、塩見、ライトライナーの後、青木にそんないい当たりはなかったんですが、ライト前のヒット。山田はショートゴロでランナーが変わって2アウト1塁。ここで4番村上でした。村上ワンボールからまっすぐ、まあやっぱりちょっと今日コントロールが甘かったんですよね。その甘い球をですね、右中間にツーベース、一塁ランナーの山田はですね、チョークホームをついて、もうギリギリでしたね。これはリクエストが出ましたけれども、判定はセーフということで、先制点はヤクルト。この1点非常に大きかったと思いますね。そして2回の裏もまたこれヤクルトが追加点を取ります。2アウトランナーなしからですね、インサイドの143キロのまっすぐ、まあ高橋遥人としてはですね、やっぱりちょっと勢いがないのかな。インサイド勢いのあるまっすぐであればですね、ちょっとこう詰まらせることができるんですが、これをですね完璧に振り抜かれました。西浦にレフトポール直撃の2点目がヤクルトに入るということでね、これはこの奥側から2点取るのは大変だろうなというふうに見ておりました。ですからもうこれがギリギリの点数かなと思ってたらですね、4回の表2アウトランナーなしから大山、
フルカウントからでしたね。外寄りの高め、まっすぐ、これは本当にうまく打ちました。ライトスタンドにソロホームラン、2-1。このホームランでちょっとゲームは分からなくなりましたね。けれども今日の高橋遥人は耐えきれませんでした。5回の裏、先頭のサンタナにライト前のヒット、そして西浦にここも外のフォークボールかな、ちょっと落ちる球でしたけれども、シンカーですかね、これをライト右に打たれて、ノーアウト1-3塁。そして奥側にはですね、一塁ランナーを送るためだけのバントでしたね。ワンアウト2-3塁。そして1番に帰って塩見、初球インサイド寄りの高め、前回の高橋遥人だったらですね、この球はですね詰まってヒットにはできなかったんじゃないのかな。そういう点からするとちょっと微妙に今日のボールは勢いが前回よりはなかったのかな。これをですねライトへ、2点タイムリーヒット、4-1ということになりました。もう今日の奥側に4点はもう十分の点数になったなという気がしますね。まあ6回まできっちりと投げて、7回にピンチを作りましたね。マルテにヒット、そして、大山は三振でしたけれども、糸原もヒットで、1-2塁。そしてロハスはセカンドゴロでしたけれども、島田がフォアボールで歩いて満塁。ここが一番大きなチャンスだったんですが、ここで、8番代打糸井を使って、この糸井がですね結局低めのワンバウンドするような球を振って三振、得点ならずということで、もうあとは8回清水が三者凡退、そして9回マックガフヒット1本打たれましたけれども、無難にこの回も、しのいで、結局終わってみたらですね4-1、ヤクルトの完勝と言ってもいいゲームになりましたね。これでヤクルトは7連勝です。ここ22戦でですね16勝してるって、これはすごいですね。これでマジックがやっと出ました。マジック11、ヤクルトは16ゲーム残した時点で、マジック11が出ました。そしてタイガースは残り13、もう本当に負けられなくなりましたね。マジック11、これはちょっともう現実的な、数字。ゲーム差は3ですけれども、実際はもう 4.5 に近いところまで来ているということで、残りゲームからするとですねこれは本当に苦しい。まあタイガースは明日明後日、もうこの2試合はですね一つも落とせません。明日明後日勝って、それでなんとかまだね、首の皮がつながるかなというところに来ているということで、かなり、ギリギリのところまで来たなという気がしましたね。ヤクルトのこの勢い、これは本当に、すごいものがありますね。もう選手全員がですね本当に一体となってですねゲームにこう没頭しているような感じがして素晴らしいなという気がします。まあこれ2年連続最下位のチームですよね。それがもしかするとこのまま行くとですね6年ぶりの頂点に立つかなということでですね、これはまあ大躍進ですよね。スタートの時にオスナ、サンタナ、この人たちもいませんでしたし、奥側がやれるかどうかそれも分かりませんでした。そしてサイスニード、そういうピッチャーもですねまあ途中からですからね、これ本当にうまく投手陣を整えたなという気がしますね。リリーフ陣は非常に充実しているチームなんですけれども、先発ピッチャー陣がですねちょっとこ う手薄、そういうところをですねうまく補えたなという気がしますね。まあでもまだ終わったわけではないということでですね、明日は僕も神宮球場へ行って、日本放送の解説をさせていただきます。ヤクルト阪神、どういう戦いになるんでしょうか。もう本当に楽しみになってきました。まあタイガースはもうギリギリのとこですけれども、まだ、終わったわけじゃないんでね、明日のピッチャーはですねヤクルトは高橋奎二ですね。3勝1敗、防御率 2.83。 そして、タイガースはですね秋山拓実、21試合投げて10勝6敗、防御率 2.68。 このもうピッチャーはほとんど互角だと思います。ということはですね打撃陣になりますね。まあ今のタイガースのバッター陣はですねちょっと沈んでおります。ここへ来てロハスね一発ツーラン打ったんですが、その後ヒットが全く出ない。そして島田もなかなかね結果が出ないね。佐藤輝明のをどうやって使っていこうかっていうねところですけれども、佐藤がこの間に良くなってないんでしょうかねっていうような気もしますね。今日は1番近本、2番中野もノーヒットでした。
やはり彼らがやっぱりルイにを賑わさないとなかなかやっぱり点にはならないな。結局大山のホームラン1本で終わったということになりましたね。勝ち投手が奥がすごい9勝3敗ですよ。この人の活躍はすごいな。このままいくとですね、まあ、今年の新人王争いは非常に高いレベルで争っておりますけれども、この奥川君も十分に可能性がある、これで優勝するとですね、奥川君がもしかすると、新人王になるかもしれないなというところまで来ましたね。負けが高橋遥人3勝2敗です。西武マクガフ3勝2敗27セーブホームランは大山の21号と西浦の午後ということになってますね。まあ、今日のヒーロー、まあ、やはり奥川投手ですね。高橋遥人の投げ合いに勝ったということで、奥川投手素晴らしかったと思います。今日のゲームはヤクルトスワローズが阪神タイガースに4対1で初戦を制したというゲームをお伝えしました。以上です。